どうもピンゴジさんです。では今回もラストウォーの続き作っていきたいと思います。できればですね、今回で最後にしたいと思いますので、ぜひついてきてもらえればなというふうに思います。で前回作ったところで言うと、こう旗を押すとですね、はい、このように樽が流れてくるんですけど、この上に数字が載せて、この HP ですね、この HP がこの10段で減っていくっていうのを作ってきました。はい、では今回はこの10段で、この樽が壊れたという時に、樽が壊れるとまずはこの10段がですね、はい、パワーアップしていくっていうところから作っていきましょう。今はこの10段をコスチューム見てみると1つしか作ってないんですが、これをいっぱい作っていくイメージです。でコスチュームのデザインはいろいろやってもらえればと思いますが、これまずはですね、はい、これのコスチュームの名前を一旦1にしておいてください。はい、で右クリックで複製して、今回は色を変えるだけにしたいと思います。で色を例えば2つ目が例えば緑にすると、こんな感じですね。緑にしてこんな感じで、3つ目が、はい、では、少しですね、青っぽい色にしましょうかね。紫っぽい色に、はい、して、はい、で、4つ目は、はい、じゃあ黄色っぽいオレンジにしましょうかね。オレンジっぽい色にして、はい、で、5つ目が、はい、赤っぽい色にしてみましょう。こんな感じですね。はい、でこれで 1,2,3,4,5 と5つの種類のですね、10段を作って、で、コードに戻ります。でコードに戻って、はい、一番最初はですね、はい、こちら、見た目でコスチュームを一番最初は1にしておきましょう。で1にしておいて、樽が壊れたら、1つですね、コスチュームが上に上がりますので、はい、ここにイベントでアイテムを流すを受け取った時、はい、で、1秒だけ待ってあげましょう。1秒だけ待ってあげて、で何々まで待つというのを入れます。でここが演算で、はい、不等号を使って、調べるで、はい、何々の何々というのがあるので、ここで中アイテムの、はい、HP ですね、 HP が0、つまり1より小さくなるまで待つ、1より小さくなったらこの樽が壊れるということですね。で壊れるまで待つと、で樽が壊れるまで待って見た目で次のコスチュームにするというふうにします。でただこれだと、だんだんですね、 1,2,3,4,5 となって、5の次また1に戻ってしまうので、5の次はないので、ここに制御ですね、もしないならというのを一つ加えて、制御で、何々演算でですね、何々ではないというのを入れ、でここにイコールで、はい、見た目でコスチュームの番号が5ではないんだったら次のコスチュームにするというふうにしましょう。そうすると旗を押します。でこれが壊れると青から、はい、次ですね、はい、緑に変わったということになります。でこれさらに壊れると、はい、次は紫に変わると、いうような形ですね。はい、という形で、どんどんですね、10段がパワーアップされていくということになります。で、これ10段がパワーアップされると、はい、このパワーアップされたということは、この中アイテムが、はい、食らう HP なんですけど、ここがですね、中アイテムのこの10段に当たるの部分、ここが10段に当たったら HP がマイナス1ずつ変わるっていう風になってるんですけど、ここがですね、先ほどの10段のこのコスチュームの番号を使ってあげます。コスチュームの名前ですね。でコスチュームの名前だけ、はい、10段に触れたら変わるという風にしたいので、はい、演算でここに掛け算を入れて、ですね、調べるで、はい、ここを、はい、10段の、はい、コスチューム名
まあ、コスチューム番号でもどちらでも一緒ですが、コスチューム名かけるマイナス1ずつ変えるというふうにしましょう。そうするとですね、はじめは、はい、1ずつこうバーっとこう減っていくんですけど、次に強くなったら、はい、ここが減りが速くなりますね。バーっとこう減りが速くなるというような形になります。はい、では次に、はい、これ樽が流れてきます。これ樽をこう避けてたとしますと、でここでこのようにですね、樽に、はい、猫が当たってしまうと、当たった猫の兵士はやられてですね、消えてしまうというのを作っていきたいと思います。では、この猫の兵士の、スプライトに行って、ここのクローンされた時のこのずっとのところですね、ずっとのところに、はい、もし何々ならというのを入れます。はい、でこれが、もし、アイテムに触れたらですね、調べるで何々に触れた、ここですね、これが、中アイテムにもし触れたのなら、はい、まず兵士の数が減ります。変数で、兵数をマイナス1、あ、ずつ変えるですね、ごめんなさい、兵数をマイナス1ずつ変えると。そしてこのぶつか樽にぶつかった、はい、このクローンは削除してしまいますので、制御でこのクローンを削除するというふうにしましょう。はい、そうするとですね、はい、旗をします。はい、これ避けて当たるとズズズと、はい、このように当たった、はい、猫が削れていきますね。こんな感じでズズズズズと、はい、削れていくということになります。で、この削れた時に、削れた後にですね、また隊列を組み直さなきゃいけないので、はい、ここですね、イベントでアイテムを流すを受け取った時に、はい、隊列を組み直します。で隊列を組み直す時に2つメッセージを作って、1つが、はい、新しいメッセージで人数変更という、はい、メッセージを作って、で、もう1つが、はい、前回もですね、これ作っ、もうすでに作っている兵士を作るですね。はい、この2つをやります。で人数変更を受け取った時には、はい、クローンを1回、全て削除してしまいます。このクローンを削除、これで全てのクローンが削除されるので、まあ新しい人数で、兵士が再生されるっていうようなイメージを持ってください。そうするとですね、旗を押します。はい、でこれで横の2人が消えると、はい、このようにですね、組み直された、ここで端が消えると、はい、このようにですね、組み直されるということになります。はい、ではですね、今はずっとですね、この中アイテムの中でもこの樽に当たった時の動きを作ってたんですが、はい、次にこのマイナス1とかプラス5というですね、このプラスマイナスの、はい、アイテムに触れた時の人数の、上下っていうのを作っていきたいと思います。はい、じゃあまずはプラスから作っていきたい。これプラス5を一番頭に持ってきます。でその次にプラスマイナス1を持ってきておきましょうかね。はい、そして、はい、このプラス5というのはコスチューム名どうするかというと、はい、前回はこの樽の、コスチューム名、例えばこれ50とか100っていうのはこれが HP になってましたね。でこのプラス5っていうのも5にしたいところなんですけど、そうすると HP が5っていうことになってしまうので、ここで少しテクニックを使いますが、これを1万を基準にしてプラス5は1万5にします。でマイナス1は1万を基準にしてマイナス1なので9999っていうふうにします。これを1万5ですね。でこっちを9999ですね。ですので HP としてはこれ当たったら実際に HP は下がっていくんですが、まあ、1万近くは絶対に攻撃与えられないので、まあ、これが0になることはないという形で、はい、この、プラス5とかマイナス1っていうのを機能させていきます。ではコードに行って、はい、ではですね、このアイテムを流すを受け取った時に、はい、ここにですね、一番下にもし何々ならというのを加えていきます。で、ここが、はい、何々かつというのを入れて、
一つ目の条件がこのアイテムが何々に触れたっていうところを使って、何に触れたかというとこの隊列の中心、一番最初に作ったやつですね、この隊列の中心に触れるっていうのが一つの条件、かつもう一つがこれが樽ではないということですね。樽に当たったら、はい、死んでしまいますので、樽ではないというのはどのように表すかというと、この不等号で、はい、見た目でコスチュームの名前ですね、コスチュームの名前が、はい、9000より大きい時ですね、はい、例えばこのプラス5だったら15000だし、マイナス1だったら9999、これをまあ9000より大きい時っていうふうにしたいと思います、はい、そうすると、はい、変数がどう変わるか、変数で変数を何々ずつ変える、ここの部分を、はい、引き算を使って、はい、コスチュームの名前、コスチュームの名前引く1万ずつ変えるですね、コスチュームの名前が15000だったら15000引く10000で変数を5ずつ変えるっていうことになりますし、マイナス1であれば9999引く10000で変数をマイナス1ずつ変えるというふうになるということになります。はい、そして、隠して、はい、でここでまた、2つメッセージを入れて、人数を変更して、はい、兵士を作るというふうにして、で、このスクリプトを止めるですね、というふうにしましょう。はい、そうすると旗をします。あ、これなんか今、はい、数字がかぶってしまってますね。はい、ここはですね、この、アイテムを流すを受け取った時にこの数字がこう描くっていうところの条件っていうのが、はい、この樽の時だけっていうことにしたいですね。ですので、はい、ここでもし何々ならっていうのをこうガボッとですねかぶせて、はい、樽である条件っていうのを、まあ、一旦今回は、はい、中アイテムのコスチューム名ですねが、はい、5000より小さいならということですね、まあ、9000とかでもいいかもしれませんが、一旦この5000にしておきましょう。5000より、まあ、小さいなら、これつまりこれは樽だったらって意味ですね。はい、あとですね、この兵士のところの、はい、ここのですね、兵士がクローンされた時に先ほど中アイテムに触れたら兵士をマイナス1ずつ変えるっていうふうにしてますが、これもですねプラス5とかマイナス1に触れても、はい、変わらないようにしたいので、ここに、演算でかつというのを入れます。でかつを入れて中アイテムに触れたかつ、はい、で、これまた不等号を入れて、調べるでこれが中アイテムのコスチューム名が、5000より小さい時、まあ、樽である時だけ、はい、兵士の数が変わるというふうにしたいので、これで旗を押してみましょう。で、このようになって、はい、ポンと、はい、増えましたね。15になると。でここで15からポンと、はい、14に変わったという形ですね。はい、このような形で、この兵士の人数をですね変えていくことができるというところまでできました。はい、ここまでできたら、まあ、ほとんどのですね、動きは作れたということになるので、今はこれ、真ん中だけ、はい、降りてきてるんですが、それぞれですね、左右からも降りてくるようにしていきたいと思います。ではこの中アイテムというのをもうこれ右クリックで、はい、バコッとこう複製してしまいます。で複製してちょっと順番だけなんとなくこう入れ替えておきましょうかね、まあ、こんな感じで、ちょっと入れ替えておきましょう。はい、で、この中アイテムにこの、名前は中アイテムにじゃなくて、まずは左アイテムというふうにしていきましょう。で、コードを、
はい、変更していきますが、変更する場所ですね、まずは、はい、HP をコスチューム名にするの下にですね、動きでちょっとここで回転方法を回転しないにするっていうのを入れておいてください。はい、そして、はい、左はどん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 ちょっとずつ左に行くので、はい、ここは何々度に向ける、これをですねぐるっと回してマイナス90度に向けるというふうにしておいてください。そして、ここですね、1を決めるのところで、はい、ガイドへ行って、はい、ここで何歩動かすというのを入れます。はい、これですね、で何歩動かすかというと見た目で、はい、大きさ歩動かすというふうにしてください。はい、そうすると旗を押すと、はい、このような形ですね、このような形で横についてくるという形になります。はい、で同様にですね、この左アイテムを右クリックで複製して、ちょっとこれもコスチューム順番変えましょう。マイナス1から始まるようにしましょうかね。マイナス1から始まるようにして、ここを名前を左アイテム2じゃなくて右アイテムというふうにして、はい、コードに行って、先ほどはマイナス90度に向けましたが、ここを右側なので90度に向けます。はい、でこの大きさを動かす、ここはこのままで、ここだけでいいかなと思います。はい、で旗を押すと、はい、こんな感じですね、まあ、3つ並んで降りてくると、はい、こんな感じですね、というふうになります。はい、ではですね、次に、兵士、はい、の方に行って、はい、右アイテムと左アイテムはできたので、ここの部分ですね、クローンを作った時のところを、はい、少し加えていきます。はい、ここもしのところを右クリックで複製して、はい、中アイテムのところを左アイテムというふうにします。でここも左アイテムにして、そうするとですね、これここが自動的に X 座標になってしまうので、ここをコスチューム名に戻してあげます。こうですね。はい、でまた右クリックで複製して右アイテムして、こっちも右アイテムにして X 座標に戻っちゃうので、ですね、コスチューム名ですねにすると、はい、いうふうにします。で次銃弾ですね、銃弾の方に行って、はい、この先ほど作ったアイテムを流すを受け取った時っていうのを、これまた右クリックして複製して、中アイテムの HP というのを、はい、左アイテムのまた X 座標に戻っちゃうので HP に戻してあげましょう。はい、でこれまた右クリックで複製して、はい、右アイテムの HP にします。はい、ではですね、あとこの数字ですね、この中数字というのをこれ右クリックで複製して、これ左数字というのを使って、この左側に流れてくる樽に乗っかってくる数字を書いていきます。でですね、これは結構変えるところ多くて、まず一つ目ここですね、中アイテムじゃなくて左アイテムの、はい、HP ですね、HP で、ここが左アイテムのコスチューム名、はい、で、ここが左アイテムの大きさですね、大きさ、はい、あとはここですね、左アイテムのこれは X 座標で、これ左アイテムの大きさで、左アイテムの Y 座標ですね、 Y 座標、はい、というようにしましょう。はい、これでまた右クリックで複製して、次は右数字というのを作って、はい、ここもまた右アイテムの、HP ですね、 HP、はい、あ、ちょっとこっち、あ、音量になってましたね、これ HP ですね、はい、HP で、右も右アイテムの HP で、ここが右アイテムのコスチューム名、コスチューム名ですね、はい、で、右アイテムの大きさ、はい、で、右アイテムの X 座標を右アイテムの大きさで、右アイテムの Y 座標ですね、はい、すべて変えてあげましょう。こんな感じですね。
はい、これで、きちんと乗ってくるはずです。旗を押します。はい、ここ、これもしっかりと、はい、下がりますね。でプラス5で、はい、こんな感じです。はい、これもしっかりとドンと、はい、こんな感じですね。でマイナス1にぶつかると、はい、こう1人減ると、でこんな感じですね。はい、うまくいったかなと思います。ここまでできたらですね、あとはこの、アイテムですね、中アイテム、右アイテム、左アイテムのこのコスチュームの部分を変更して、はい、でどんどんですね流れてくる樽のパターンとかっていうのを変えていくことになります。で今回のですねコードの説明はここまでにするんですが、まあ、最終的にですね改めて、完成のものを見てみたいんですけど、まあ、完成のものを見た時に、はい、この中アイテムを見るとコスチュームを見るとですね、中アイテムをこの 2,3,4,5,6 となって7個目に、はい、このように、はい、ボスが出てきますね。で、右アイテムはもう7個目は何もないということですね。でもう2万とかにしてあります。で左アイテムも同じようですね、最後は何もないという形で、最後は真ん中のアイテムだけでこの、ボスが出てくるっていうのをやっています。でボスの、はい、HP はこれ600というコスチュームの600ですね、というふうにしてこれがを倒すと、まあ、クリアになるということになってます。で、今回クリアはどのようにコードで書いているかというと、この中アイテムの、はい、コードのところにですね、ちょっとこれ小さくしますが、はい、旗が押された時にコスチューム名がクリアになるまで待つ、つまりこの中アイテムのこの、はい、ですね、このボスの次がクリアという、はい、からのですね、コスチュームになってます。でこの名前がクリアになったら背景をクリアにする。で背景をこのように、クリアとかゲームオーバーっていうのを用意しておいてクリアになるというふうにしています。であとはゲームオーバーですね。でゲームオーバーはこの兵士のところに、はい、兵士の人数が1より小さくなったら、つまり1人もいなくなったらゲーム終了を送ってゲームオーバーにするっていうような形で、ゲームを作っています。このゲームですね、非常にこのアイテムをどんな感じで並べるかっていうのが、まあ、非常にですねこうゲームを面白くしていく上で重要になってきますので、まあ、ギリギリ、ボスを倒せるぐらいのところを頑張って探してですね、ゲームを作っていってもらえればなというふうに思います。これからもですね、いろいろなゲームのコードの解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また今回の動画役に立ったよという人はグッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。